アサリですね。アサリは私がスーパーに勤めてる時から大体水産物っていうのは水揚げした漁港が産地ということになってるんですよ。ですんで私が当時スーパーに勤めていた時は韓国から仕入れてきたアサリを水揚げした漁港が山口県だったんで山口産っていうのはまっとうに通る考えだったんですよね。例えばマグロだってね、あの、 オウマっていうね、あのマグロがあるんですけども、そういった漁港で揚げるんですよ。でも、マグロなんて太平洋中はある泳いでるわけですよね。海遊魚ですから。だから、水揚げした漁港が産地っていうのは、なんか同じなんですよね。おかしいですよ、ねでもね。マグロは、じゃあ、カナダで水揚げしたらカナダ産になるし、中国で水揚げしたら中国産になるし、太平洋中を泳いでるのは同じなんですよ。 釣っったところが産地っていうねなんだこりゃみたいな感じですよね。でたまたま港にあげてそこで市場に出されてっていうところが産地ですからね。でサーモンなんていうのはね大西洋産なんですよそれがチリ産とかねカナダ産とかねグリーンランド産とかね北海産とかね大西洋に面している国の名前だったらどこでも同じサーモンが。 産地が分けられるっていうねこういう事件がありますよ、うん。どうなっちゃってるんですよね。ウニだってね、北海道産って書いてますけど、メキシコとかで取られてますからね。ちなみに、肉なんですけども、島根牛と島根和牛の違いは分かりますかっていうね。島根牛、島根和牛。ね。 何でも、ね、あの島根牛ってのは島根の牛なんですけども輸入した飼料で育ててるらしいんですよ島根和牛ってのは地域の牧草を食ってるらしいんですよあちなみにね黒毛和牛ってあるでしょ黒毛和牛毛はみんな黒いらしいですよだから黒毛ってつけてみたら売れるから同じ 牛を黒毛っていうふうにやっただけでブランドになったというね何も変わってないんですよ黒毛いや黒毛は当たり前だろうみたいなねでも黒毛ってつけると3割増しで売れるらしいですでしかも消費者も同じ肉なのに黒毛和牛美味しいねねそう言ってキャッチコピーで美味しく感じるというね魔法の人間の先入観の使い方そんなお話でございました グレープフルーツ100も除菌もそう思わせればそんな気がするみたいなねあれ牡蠣だってそうですよね生牡蠣を食べる時に最近当たる人が出てるんですよとかね最近貝毒が流行ってるんですよっていうのを聞きながら食べると当たるんですよね不思議ですよね先入観なく食べていれば当たらない一体これはどういうことですかね産地の謎いってらっしゃい